金星は警備会社さんですとか、警察関係あるいは特養さんですとか養護施設そういったところ向けに、いろんな商品を製造販売しております。金星では 3D プリンターをですね、商品開発のためのプロトタイプの作成ですとか、その試作品をお客さんに提供するサンプルであったり、そういったものにも使いますし、 HP さんのジェットフュージョンであれば最終製品までプリントアウト可能ということが分かりまして、最終製品も 3D プリンターで作ってですね、それをお客様に届けるような使い方をしております。ジェットフュージョンで作っているパーツといたしましては、熱中症の対策製品でコンパという製品のパーツを作っております。この製品の樹脂部分すべてジェットフュージョンで作っております。まず第一にスピードが圧倒的に速いということ、日数で10分の1、桁1つ変わるような速度になっています。その上で実際に思い描いた形が作れること、その成形の形の自由度が挙げられます。一番やっぱり印象的な部分としましては、圧倒的に開発スピードが上がったことだと思います。やっぱり今までにない独自性のある商品作り、そういったものが進められるようになってきているので、今後主流になってくるんじゃないかなというふうに感じています。